するのはこの男たち。ドラゴンボール制作者側のプライドがありますから、絶対に負けられません。プライドにかけて絶対負けられない、そう語るドラゴンボールのプロ軍団は、集英社の編集者とテレビや映画の制作を担当した東映アニメーションスタッフの連合チームで参戦。まずはこの男、アニメ映画の作画監督を務めた山室忠義52歳。山室さんはこれまでドラゴンボールに関するほぼ全ての作品に携わってきました。日本で一番鳥山さんの絵を描いてると思うので、負ける気がしません。負ける気がしない。続いてはアニメ映画で音響効果を担当してきた新井秀則54歳。音響効果を担当してきた新井秀則54歳。プロ軍団3人目は、集英社に勤めるドラゴンボールの3代目編集者、武田冬人51歳。武田さんは完全体のセルの登場から最終回までを担当しました。やっぱり立場的に負けるわけにはいきませんので、必ずや勝ちます。立場的にも必ず勝つ。そしてラスト4人目は、作者鳥山先生の現在の担当編集者、井奥昭代43歳。井奥さんは現在も鳥山先生を担当、付き合いは実に18年以上です。鳥山先生に負けたら顔向けできない、そういう思いを持ってますので、鳥山先生に勝利を誓う。この4人がマニアの前に立ちはだかる。対決のルールを説明します。マニア軍団とプロ軍団がドラゴンボールにまつわるクイズを5問ずつ交互に出題、正解の多かったチームの勝ちとします。